アドルフ・シュラー・ギントバイト、アドルフ・シュラー・ギントバイトは、ドイツの植物学者であり、中央アジアの探検家である。ミュンヘンで、5人兄弟の次男として生まれ、アドルフは、兄弟のヘルマンと共に、アルプス山脈に関する本を1846年から1848年にかけて出版している。この業績により、 1850年にアンタースシュンゲン・ウーバー大フィジカリッシュゲオグラフィーであるペンを出版して評価されている。その後、もう一人の兄弟ロベルトも加わり、ノイエアンタースシュンゲン・ウーバー大フィジカリッシュゲオグラフィー運とジオロジーであるペンを1854年に出版している。1854年、アレクサンダー・フォン・フンボルトの推薦を受けて、イギリス東インド会社は、 ヘルマン、アドルフとロベルトに、領域内の科学的調査、特に、知識についての研究を委託した。以後3年間、デカン高原から始まり、ヒマラヤ山脈、カラコルム山脈とコンロン山脈を踏破した。1857年初頭に、ヘルマンとロベルトは、旅行から戻ったが、アドルフは、さらなる探検を行った。しかし、新朝のスパイではないかという権威を受け、 カシュガルの主張である、ワリー違反によってその地で8月に裁判を受けることなく、斬首刑に処せられた。彼の死の様子は1859年に、諸官ワリハーノフがカシュガルを放るまで、ヨーロッパに知られることはなかった。ワリハーノフは、商人に変装して成功理に、ロシア帝国に戻った。その時に、科学者の頭も持ち帰ったのである。この事件は、 ラドヤード・キプリングが書いた王になろうとした男の構想のもとになっている。A シュラグは植物の学名で命名者を示す場合にアドルフ・シュラーギントバイトを示すのに使われる。ありがとうございます。